続きまして、発表番号8番、緑を取り戻せ、生態系の多様性保全と土砂崩壊防止を目指して、と題して、鳥取県立智頭農林高等学校の木村東さん、坂本正治さん、川下翼さんに発表いただきます。よろしくお願いいたします。はじめに、鳥取県八頭郡智頭町にある本校の演習林には、近くの村の方が以前、茅場として活用されていた草原がありました。しかし、7年前、何らかの理由で、ススキが一斉に枯死、肌勝ちとなりました。その後、鹿の食害を受けて、草原は復元されず、山腹斜面は崩壊地となったままです。その結果、草原に生息していた野鳥が見られなくなるなど、生態系の多様性の減少と崩壊土壌が道路暗渠を埋めるなどの状況が生じています。私たちは4年前より、この肌価値の緑化復元活動に取り組み始めました。方法と結果、これまでの取り組みで、すすぎの復元を妨げている原因は、雪崩による猫毛や豪雨による土砂崩壊よりも、鹿が新芽を食べ尽くしてしまうことが原因であることが分かりました。昨年よりマザーツリーとなる大株を定着させ、緑化の拠点とする試みを始めました。昨年4月に植栽した大株は冬の積雪に耐えました。方法1、ススキの大株の植栽と忌避植物を用いた鹿の食害防止。令和2年4月、直径20センチ前後のススキの大株を近くの休耕田から掘り取り、2メートル間隔で25株、崩壊地斜面に植えました。その後、継続的に新潮状況と鹿の食害を観察しました。その結果、4月17日に植え付けたススキの大株は、5月7日、29日の観察では順調に成長し、葉も展開していることが確認できました。6月に入り、さらに成長し、17日の時点では、ご覧のように60センチにまでと成長しました。しかし、6月27日の観察で鹿による食害が観察されました。近くには鹿の足跡もあり、すべての株で昨年度枯れた茎に囲まれることで、食害を免れた地上高30センチまでの葉を残し、食害されていました。ただ、その後の観察では、株全体が枯死することなく、数本の茎が新葉を成長させていることが分かりました。その2、忌避植物を用いた鹿の食害防止。9月、鹿の食害地でも生育するため、忌避植物とされているミツマタとアセビの使用の煮汁をすすぎの葉に噴霧し、食害防止効果を検証しました。使用を裁断し、1時間煮沸。その煮汁を植栽したすすきの葉に噴霧しました。無処理個体と食害被害に違いが見られないかを観察しました。で、1週間後観察しました。ミツマタ、アセビの煮汁を噴霧した株、および対象株すべてが鹿に食べられた形跡がありました。方法に、柳の植栽による緑化と土砂流出防止。柳はその活着の良さと成長の速さから、道路工事などののり面の緑化に用いられます。また、河川敷など土壌水分の多い土地でも生育することから、河畔林を形成として、護岸工に利用されます。そこで柳の枝を用いて、崩壊斜面の緑化と合わせて、崩壊地を流れる小川に河畔林を形成させながら、土砂流出の防止が図れないか、今年からその基礎研究を始めました。その1、挿し木法と毎枝法を用いた柳の増殖。挿し木法、材料は千代川支流、北俣川の河畔林として植生する尾上柳を用い、20センチ挿し穂を赤玉土に100本挿し木をしました。毎枝穂、材料は鳥取市福部町の休耕田に群生する立ち柳を用いました。直径2センチから5センチの幹の長さを30センチに玉切り、挿し床の地中5センチに埋設しました。
観察の結果、挿し木法では5月1日、ご覧のように新葉が展開し、活着が確認されました。8月5日の時点で最も大きな個体で100センチにまで成長し、挿し木をした100本のうち74本が苗になりました。毎種法では5月1日、地上に新芽が確認されました。その後、順調に成長し、8月5日には最高1メートル50センチまで成長する個体も見られ、埋肥したすべての個体が発芽、発根していました。その2、柳の埋肥法による緑化、校内の挿し床で増殖させると同時に、直接円周林の崩壊地斜面に30センチに玉切りした立ち柳を埋肥しました。埋めた枝を観察したところ、液芽が伸長し、新葉が展開したものが確認されました。しかし、展開した新葉は鹿の食害を受けました。食害された間に新たに新芽が出ることは確認されませんでした。8月に掘り取ってみると、発根の跡は見られましたが、菌糸が付着するなど、成長途中で枯死してしまったことが分かりました。その3、柳内による花斑林の形成。平成2年8月、校内で活着した立ち柳と馬柳の挿し木内を呼び、前市内を崩壊地に植える流れる小川の花斑林に植え、生育するか観察しました。鹿に食害されないようワイヤーメッシュ柵で取り囲みました。その結果、植えた立ち柳は葉が汚変しましたが成長が確認されました。尾上柳は植えた翌日には全て葉が枯れてしまいました。しかし、その後、液化が伸長していく苗も見られました。9月の観察で、植栽した苗15本中13本が定着したことが確認できました。その4、小川の堆積浄土に立ち柳の苗12本を植え付け、スズキの食害防止で行ったように、ミツマタとアセビの塩の煮汁を噴霧しました。その結果、アセビ、ミツマタの煮汁を噴霧した苗、および無処理苗どれも鹿の食害を受けました。しかし、先端を食べられたものの、その後枯死することなく、新しい芽が伸長することが認められました。その後、柳を用いた土砂流出防止、立ち柳の幹を用いて、大阪森林組合様が開発された丸太交差法を参考にして柳の幹を小川の土留めとして使用できるか検討しました。さらに幹が流出する土砂をせき止め、土砂に埋もれることで発根し、液化が成長すれば土留めとなると同時に花斑林としても成長してくれることを期待しました。立ち柳を抜刀し 2.5 メートルに玉切りした幹を小川に斜めに横断するように置き、両小口を土で覆いました。X 字に2段で高さ50センチとしました。その結果、大雨警報が発令された後に、現地に行ってみると、流路が変わり、小口を覆っていた土が流されている場所もありましたが、柳自体は流されることはなく、液化が伸長しているものも見られました。考察、ススキの株を植えることで、マザーツリーのような役割を果たすことは、十分に期待できる結果となりました。鹿が食料の少ない早春に新芽を食べることで草原の復元が妨げられているのなら、大株を植えることは前年度の枯れた茎が食害を防ぐことになると考えられます。しかし、鹿の食害は株の肥大化を妨げていることも考えられ、草原化の速度を弱めることになると思われます。食害を防ぐために鹿の寄生植物の噴霧による防止効果ははっきりとは認められませんでした。今後の研究課題として残りました。柳の植栽による緑化と土砂流出防止について、柳の増殖を挿し木法と埋肥法を用いて挿し床という管理下で試み、どちらの方法も7割以上の成功となりました。これは材料の立ち柳と小野柳が共に挿し木に適した種であることが大きな要因で、材料採取時期も最適だったと思われます。材料の調達、栽培方法も簡単で、緑化木として崩壊地で用いることに適していると思われます。崩壊地に直接埋肥法で栽培を試みましたが、鹿の食害により失敗しました。植え付けた時期は他の植物も新芽を出す時期でしたが、柳の新芽はより好んで鹿が食していたようでした。直接緑化候補地に埋肥法を用いるには、鹿の食害対策が必ず必要と思われます。柳を用いて花斑林ができるか試みた結果、浄土の少ない場所でも土壌水分の多い場所なら栽培が可能なことが分かりました。また鹿の食害についても、
50センチ程度成長した柳は、先端の新芽を食べられるのみで、茎すべてを食べ尽くすことはないことが分かり、その後も柳は成長し続ける可能性がうかがえました。被被植物による食害防止効果については、ススキ同様はっきりとした違いは判断できませんが、今後も研究を続けていきたいと思います。柳の幹を用いたルドメコウについては、来年度さらに研究を進めていきたいと思います。終わりに成果と課題。成果として、ススキ農家部の植栽は鹿による食害を受けてしまうが、マザーツリーとして緑化の拠点になると分かりました。立ち柳、小野柳を親株とする増殖方法は容易で、崩壊地緑化木として利用できます。崩壊土壌の堆積する花粉でも、柳は活着、生育できます。鹿の新芽の食害を見越して、1メートル前後に成長した株を移植するなら、花粉林の生形を可能にすると思われます。課題として、寄被植物であるミツマタ、アセミの食害防止効果は不明です。今後も研究を続けます。ススキの大株を植えて緑化していくには長い年月が必要かもしれませんが、地道に植栽を続けるとともに新たな方法を検討していきたいと思います。緊急な対策が必要な土砂流出防止について、柳の幹を使った土留めと花粉林の形成の研究を進めていきたいと思います。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。それではご質問のある方はいらっしゃいますか。はい、発表ありがとうございました。最後にですね、ススキの大株の植栽を今後も継続して取り組んでいくというふうにおっしゃられてたんですけれども、継続していく上で新たな工夫も試みたいというようなコメントもあったんですが、何か具体的に新たな工夫って今考えているものはあるんですか。そうですね、株の周りに鹿の侵入を防ぐ防護柵などを作りたいと思っております。よくわかりました、ありがとうございます。はい、他にご質問ございませんでしょうか。はい、それでは村上にお願いします。はい、鳥取県林業試験場です。今まさに地図帳で抱えている課題を取り上げられた研究ということで、非常に興味を持って関心を持って聞かせていただきました。質問自体は今先ほど質問がありましたので質問ではなくてお願いになるんですけれども、今後非常に発表の中身もですね、非常に参考になる発表ですので、ぜひまた林業試験場とですね、いろんな面でコラボさせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ではここでお時間となりましたので、発表番号8番の発表を終わりとさせていただきます。鹿の食害を防ぎながら実際に植栽をして、さまざまな方法を経て地道に緑化活動に取り組んでいらして、とても具体的で興味深く聞かせていただきました。ありがとうございました。